はい、皆さんこんにちは、ワナルギルフジです。では今回はシンギレンネボベリーハードチャレンジ続きをやっていきたいと思います。一年戦争のギレン総帥のシナリオにマフティをニューガンダムに乗せて歴史介入させベリーハードを攻略していこうというチャレンジ企画になります。前回はですね、もうあと一歩で連邦軍の息の根を止められる、まあそういうところまで進めてきた中、足元を救われるような形でキシリアに反乱を起こされてしまって、まあだいぶね、戦力に被害が出て足踏みをしてしまったんですけども、そのキシリアのジオンも打倒しましたので、今回はですね、連邦軍これの宇宙最後の拠点ルナ2の攻略作戦を行っていきたいと思います。ではまずですね、舞台ほとんどが今ここグラナダに集結している状態ですので、これらの部隊をですね、一旦ルナ2方面に移動開始させていきたいと思います。はい、ルナ2の方に部隊宇宙では移動させているんですけども、ニューヨークの方に敵がご覧の大部隊で侵入をしてきました。事前に察知できたので、ある程度モビルスーツ隊を用意できたんですが、それでもこれだけの大部隊を一度に送り込んでくるっていうのはもう本当に久しぶりかなという感覚がありますね。ここはまかり間違ってもこのニューヨークが陥落しないようにですね、しっかり撃退戦を行っていきたいと思います。ちなみにこのニューヨークの防衛にはビグザムも生産して配備してあります。確実に敵が狙ってくる可能性が一番高かったのが、ある意味このニューヨークジャブロに近いですからね、準備をしておいたその甲斐があったというものですね。はい、敵あれだけの大部隊でしたが、1ターンで、撃退殲滅させることができました。準備がしっかりできたのが良かったですね。ではルナ2の方に部隊もうすぐ到着しますので、ここでルナ2攻略作戦発動しておきます。一度部隊を揃えてから投入しようかなと思ったんですけども、到着したものから順次投入します。まあ、戦力の随時投入ですね。敵の基地中心部ですが、バーミンガムが固めているように見えますので、少しずつ進行してですね、その間にこちらはエルメスが入ってくるのを待ちたいと思います。エルメスが入ってくれば、あれを一網打尽にできる機会も出てこようかと思いますので、そのチャンスを待ちましょう。ではエルメスも侵入させましたので、このターンで基地中心部まで迫っていきたいと思います。味方を80部隊ほど投入します。これだけの数投入できれば、陥落はねさせることできるんじゃないかなと思いますので、基地中心部に向かって進撃していきましょう。で今、地上の方なんですけども、ニューヨークの攻防戦、先ほどご覧いただいた通り、敵壊滅させて勝利したはずなんですけども、なんかバグなんですかね、戦闘中のステータスからちょっと変わらない状態になってしまっているので、地上部隊がですね、次のジャブロー攻略に向けて移動を開始しようと思っていたところ、それがちょっとできなくなっているので、このルナ2攻略作戦が終わったらですね、せっかく作ったたくさんのザンジバルありますので、このザンジバルでジャブローには降下していく作戦を取りたいと思います。本当だったらね、ニューヨークからも部隊を出して、ジャブローを狙いたかったんですけど、ちょっとそれがバグだと思うんですけど、うまくいかなそうなので、臨機応変に対応していきたいと思います。でこのルナ2に関しては事前に情報で破壊活動を行っておいたので、多少なりとも敵のね防衛砲台とか防御施設は減らせているんじゃないかなと思いますので、ここまで基地中心部までなんかあっさりたどり着けそうな感じですよね。ではモビルスーツ隊も出していきます。モビルアーマーも出していきましょう。ここはエルメスのマップ攻撃ですね。まあさすがに硬いバーミンガムなんで、一撃撃破っていうのがね、一弾撃破っていうのがニュータイプが減ってしまったので、エルメス自体の使えるものが減っているのでできないんですけども、確実にダメージを与えているので、このまま進撃していきましょう。
本当にニュータイプがこぞってキシリアの方に抜けて帰ってこないっていうこの現象、宇宙での戦いではすごいマイナスなんですよね。地上ではね、もともとエルメス使えないので、まあ、うわ、食らった。デンドロビームは先に落とさないとダメだな。マップ攻撃もろに食らいましたね、今ね。ここは早々に撃破していきましょう。傷ついたものは一応回復をしていくスタンスでいきましょうか。この後地上での戦いも控えているというのがありますからね。デンドロビウムの撃破に失敗したので、これもう一発食らいそうだな、マップヘギ。誰かパイロットが乗ってるかもしれないですね。なかなか硬かったです。来たな、来た、撃ってくるな、ぶちかましていきますね。誰が乗ってる？いや、誰も乗ってない。誰も乗ってなくてもこの火力か。さすがだな。ちょっと撃破されて、この後のジャブロー攻略戦に影響が出るのが嫌なので、ダメージを負ったら回復をちゃんとさせていきたいと思います。とはいえもうこれ以上、デンドロビームに攻撃を食らうのはごめんなので、無理をするところは無理をしていきましょう。ここにはサイザリス GP02 がいますね。この02も核攻撃、核バズーカを持っているので、アトミックバズーカを撃たれる前にですね、なんとか仕留めておきたいですよね。デンドロビウまだ落とせないか、硬いな。サイザリスも落とせなかったですね。これはそうなるとこの後核攻撃あるいはマップ攻撃2回食らう可能性あるな。マップ攻撃使ってきますね。これは使ってきた。うお、食らった。アトミックバズーカ敵味方関係なく撃ってきたな。いやー、だいぶ損害出てしまいましたね。ちょっとモビルスーツの生産はしておきましょう。まあ、ただ連邦がアトミックバズーカ使いましたからね。本来だったら世論が劇的に悪化して連邦に不利に働くはずだと思うんですけど、コンピューター CPU の方が、まあ、こういうね、まあ、非人道的な核攻撃とかを行った時にどういう影響が出るのかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、我々が行うのと同じように世論悪化とか起きてるんですかね。であればね、全然戦力的にはまだまだこちらが有利なので使ってもらっていいんですけど、ノーペナルティーとなるとちょっと問題ですよね。でもデンドロビウムにだいぶ沈められてしまい、さらにアトミックバズーカーも食らってだいぶ沈められてしまいという戦いにはなってますが、まずはデンドロビウムから沈めていきます。いや、本当に思ったより手こずりましたね。もっとすんなり実は行くかなと、内心では思っていたんですけども、まさかアトミックバズーカーはそこまで躊躇なく、ぶっ放してくるとは思わなかったですね。しかもパイロット乗ってないですからね、これね。まあ、ただそれもここまでということで、攻略完了していきたいと思います。まずはデンドロビーム、これを撃破です。サイサリスも撃破。これで残っているのはバーミンガムだけになりました。まあ、損害かなり出ましたけどね。まあ、それでも圧倒的な戦力残っているので、このままこのルナ2攻略完了していきましょう。はい、これでルナ2の攻略完了になります。基地中心部を制圧してください。残すはジャブローのみとなりましたね。基地中心部の制圧に成功しました。敵部隊の反応はありません。我が軍の勝利です。ギレン閣下、ルナ2の攻略は成功しました。サイド7は我々の手中にあります。ルナ2攻略作戦の真の目的、
第二次ブリティッシュ作戦。デラーズから第二次ブリティッシュ作戦の提案が来てますね。報告します。しています。まあ実際にはもう第二次ブリティッシュ作戦が必要ないほどに連邦を追い詰めてはいるんですけども、まあここはイベントをこなすという意味でですね、進めていきたいとは思います。では、その様子は次回お届けしていきたいと思いますので、今回はここまでにさせていただきます。